パラケラテリウムは、およそ3600万から2400万年前に、ユーラシアの広い範囲に生息していた、哺乳類細類の属である。ゾウ類に次ぐ、史上最大級の陸生哺乳類とされる。よく知られた、ジュニアシノニムに、インドリッコテリウムと、バルキテリウムがある。これらに、パラケラテリウムを加えた3属は、1989年頃までは、別属とみなされていた。 イの仲間であるが、角はなく、体格は、馬的でやや細身であり、首と足が、比較的、長かった。復元図人間との大きさ比較かつては、東道長約8メートル、肩高約5.3メートル、体重30トンとも推測されていたが、後年では、体長7.4メートル、肩高4.8メートル、主張2から2.5メートル、体重は、 約11から20トンとされている。これらは、肩高5.2メートル、体重22トンに達したとされる、最大級のウ目であるナルバダゾウに次ぐ。頭骨長は、約1.3メートルで、体育に比してやや小さい。パラケラテリウムのハオスの頭骨には、骨の飛行が認められ、ナワパリアメスをめぐっての儀礼的闘争を行ったと、される。おそらくは柔軟な上唇を持ち、 原生のキリンのように、上顎にある、牙場状の摂取で、高木の小枝や葉をむちり取って食べたと想像される。当時の彼らの生息地域には、餌となる、大きな樹木が生い茂っていた。後足の骨格胴体は、前肢が長いため後方に向かってなだらかに傾斜しており、脊柱は空撃などで軽量化された構造になっていた。端には三本の跡があり、 中央の中指に重心がかかるようになっていた。死の筋肉が長い形態から、巨体に似合わず高速で走れたとも言われる。巨体であるがゆえに沼地などでは足を取られ、そこで死を迎えることも少なくなかったようであり、そうした場所から発見された化石もある。内音性動物であるがゆえに体に熱が溜まりやすく、高温になる昼間は避け、気温が下がる夜間などに活動していたとする説もある。 体の大きさから推定して、おそらく妊娠期間は2年に及び、一度に一頭のみ、出産したとされる。また子供は、親の下で数年間養育されたであろうと、考えられる。1920年代に、アメリカのアンドルースらによって、断片的な化石が発見されて以来、ユーラシア内陸の各地で化石が発見されたが、いずれも部分的なもので、全体像がつかめず、 バルキテリウム、パラケラテリウム、インドリコテリウムの3属が設定され、あるいはそれらは種であろうかとも考えられた。復元像も多少異なり、バルキテリウムは首が短く、歳に近いもの、インドリコテリウムは首の長いものとなっていた。1989年には、スペンサー・ルーカスとジェイソー・バスが、インドリコテリウムとパラケラテリウムの歳はせいぜい、主レベルに過ぎず、しかも、 同種の性的苦手かもしれない、すなわち大きなインドコテリウムが、オスで小さなパラケラテリウムがメスであるかもしれないと、と泣いた。現在ではこれら三族は、同族とする説が有力になり、副現像も首の長い型に統一されている。選手権の原則によりその族の名は、最古の名であるパラケラテリウムとなる。インドリコテリウムの学名は、 ロシアの民間伝承に登場する巨大な伝説上の動物インドリクに由来、日本では巨祭とも呼ばれた。スペンサー・ルーカスとジェイソー・バスは4種を認めている。他に仮説的な数種がある。ありがとうございます。